インディアンプレミアリーグは、インドの2020方式のプロクリケットリーグ。インディアンプレミアリーグは2008年に発足。参加チーム数は8であり、シーズンは3月または4月に開幕し、5月に閉幕する7週間程度の期間である。全60試合であり、レギュラーシーズンは、各8チームが、ホームアウェイへの2回戦争あたりで14試合、を行い、上位4チームが、 プレイオフに進出する。プレイオフは変則トーナメントであり、レギュラーシーズン上位にチーム同士が対戦し、勝者が優勝決定戦に出場する。敗者は、レギュラーシーズンで3位と4位の対戦で勝利したチームと敗者復活戦を行い、その試合に勝利したチームが優勝決定戦に出場する。現在はビーボが冠無スポンサー。本部はムンバイに所在。 クリケットのプロリーグとしては世界最大の工業規模を有する。レギュラーシーズンは平日に毎日1試合ずつ、土日に2試合ずつ行われる。平日の試合はインド標準時の20時に開始され、1日の中で最も視聴率が高くなる時間帯であるプライムタイムに連日中継される。2015年シーズンの観客動員数は約171万人であり、 一試合あたりの平均観客動員数は約28,500人である。2018年には IPL のブランド価値は63億ドルと算定されている。チーム総年俸の上限金額を規定する制度であるサラリーキャップを導入しており、2019年シーズンでは8億2,000万ルピーである。2019年シーズンの最高年俸選手はインドを。 代表するスター選手のビラッド氷で1億7000万ルピーである。選手は原則7週間程度のシーズン期間のみの短期雇用契約となっている。イギリスのスポーティング・インテリジェンス社による2018年のプロスポーツリーグの年俸調査によると i p l の平均年俸は約505万ドルとなっているが、これは i p l の雇用期間が7週間しかないため、 それを1年換算の比例で推計し、実際の7倍以上にした数字である。2009年シーズンは、総選挙の配慮から南アフリカで開催された。2014年シーズンも同様で、シーズン序盤はアラブ首長国連邦で開催。プレーオフの決勝進出チームには、チャンピオンズリーグ2020の出場権が与えられていた。しかし、問題が発覚し、 ロイヤルズとスーパーキングスは2016シーズンと2017シーズンの2年間の出場停止処分。代わりにプレイとラージコートに期間限定チームが結成された。2018年からは女子クリケットの普及を目指し女子のエキシビションマッチを開始し、2019年にはプレイオフの日程の間を埋める形で3チームによるリーグ戦のエキシビションマッチが開催されている。 ムンバイ・バンガロール・デリー・パンジャーブ・コルカタ、ハイデラ・ワード・チェン・ナイラ・ジャスターン・ IPL 加盟チームの所在地インド国内では、ソニー・エンターテインメント・テレビジョンが、ワールド・スポーツ、グループとの独占的に放映されており、2008年からの10年契約で、総額870億ルビーを交わしていた。2018年シーズンからはスターが5年、契約総額1634億7500万。 ルビーで契約。スターはテレビストリーミング国際放映権を保有することになる。ありがとうございます。